はい、とんでもない開店祝いが出ていた店の話、とんでもない開店祝いが出ていたお店の話、これはねとても長い期間にわたるような長い話なんだけども、ある程度はしょって、だから期間とか、細部についてはデフォルメをして話します。私がですねよく通っていた大きな道道路、その道路街道沿いにはサイドにね、横サイドにいろんな店がポツポツポツとありました。中古屋さんとか、DVD レンタルの店とか、中古 DVD の店とか、牛丼屋とか、そういうねチェーン店やチェーンじゃない店がいろんなのがポツポツあるような、まあ、そういう大きなメジャーな道がありました。でそこを使って学校にも行きましたし、バイトとかもそこを使って行きました。まあバイクとかを乗ってねその道をよく通ったんだけども、昼も通ったし夜も、帰りは夜もねよく通りました。1週間に 2,3 回はずっと1年中通ってるような、そういうまあ慣れた道がありました。でその道にねなんか店が新しくできたんでね、その街道沿いのあるポイントにですね新しいお店ができていると。なんでわかるかっていうと、お花が出てるんだね。よく開店祝いとかで新しい新装開店の店にはお花が贈られると、誰々さんよりとか誰々さんへとかね、そういう、まあ、開店祝いの花が5、6個バーンとね出ていると。で小さな居酒屋のようなお店でした。本当に小さな居酒屋のようなバーのような居酒屋のような店が出ています。なんか大きな雑居ビルに入ってるお店じゃなくて単体のお店です。牛丼屋よりもまだ小さい、宝くじ売り場よりは大きい、そういう感覚の一軒の、まあ居酒屋としましょうか、飲み屋ですね、飲み屋としましょうか、飲み屋さんが街道沿いに新装開店出てました。でね、そこのね街道沿いはトラックとかもよく通るし人も多いし、だから夜になると地元の人が飲みに行ったりとかするわけですね。うん、だから飲み屋さんが新しく新装開店することはそれほど珍しいことじゃないと。横にもねいろんなタイプの飲み屋がありますから、うん、そういう一軒家タイプの小さな飲み屋もあったような気がしてます。だから、こう目立つようなそういう店の形態ではないわけ、普通ですね。うん、ただお花がね 5,6 個バーンと出てたわけで、お花が 5,6 個バーンバーンと店の前に置いてあるね、あの開店祝いの花ですよ、紅白のこう飾りが ついてるようなそういうでかい花がね置いてあるわけで、気合入ってるなと思いました。普通はそんなにね、数置きませんよ、1個か2個か、はい、美容院とかでも1個か2個か、でもそこは5、6個バンバンバンともっとあったかもしれない。お花がでかいお花、こうに居酒屋に飲み屋居酒屋には似つかわしくないようなそういう大量の高級なお花が出てるわけで、なんだと思ってそこ通る時にね、夜でしたけどもチラッと見たらですね、誰からお花が送られてるのか、見たらですね、あの法曹関係、法律関係ですね、法律関係、例えば裁判所とか検察庁とかあるいは弁護士会とかね、そういう法律関係の役所ってあるでしょ、あるいは法曹っていうのかな、そこのトップのところからなんとか長官とかね、なんとか裁判所なんとか長とかね、そういうトップの法曹関係の人から送られてるわけ、個人からね、なんとか長官誰々とかね、であれと思って、普通ありえないでしょ、飲み屋さんでそんなさ法曹関係のトップから個人的に花が来るなんてのは、それ1本じゃないぞ、1本じゃないぞ、その 5,6 本並んでは全部そうなわけで、なんだこの店はと、どういうコネがあるんだと、
度肝を抜かれましたけども、もう調べようがないんで、まあそういうことなのかなと、いろんなことを考えるわけです。その個人のね店のオーナーがそういうコネがあるとしか思えないよね、うん、例えばね何かの捜査に協力した人が店のオーナーだったと、だったら検察庁からしか来ないわけですね。裁判所から来るのはおかしいとね、でこの3つの裁判所検察庁弁護士会、この3つのトップのところが来てるっていうのは、これは元裁判官とか元検察官とか元弁護士とかそういう人じゃないとありえないよね、普通考えたら。うん、まあ、国会議員がっていうのはまあちょっとあるけども、国会議員が店出したら裁判所から来ますかね、ちょっと難しいよね。まあ、だから放送関係の引退した、例えば裁判官とか引退した検察官とか、そういう人が居酒屋飲み屋を趣味でやってるんじゃないかなと、私はそんな風に、まあ推測しています。はい、でね、その店はねあんまり客は入ってなかったですね。まあたまには入ってるの見ましたけども、あんまり大繁盛してるような店じゃなかった。というのもね、カウンターしかないようなお店なんですね。つまり人があんまり入れないような、 2,3 人も入れば満員みたいなもんですかね。うん、でちょっとですね、駐車場もないですし入りづらいと、うん、地元の人しか歩いてしか行かないような、そういう感じも受けました。うん、で当然昼間はやってないですし、夜しか空いてないというね。はい、だからもう本当に趣味でやってるんじゃないかなと思うような、そういうお店でしたね。でね、その店はね1年2年やって、で前を通るたびにそのお花があったね、度肝を抜かれるお花があった店なんで、まあ気になってこう様子を伺ってましたね。で途中からねダーツの店になったんですよ。ダーツの店、ダーツバーみたいな。ただねダーツバー中入ってないわけじゃないですから、ダーツバーなのかよくわからない。ただダーツが置いてあると、あれと思って洋風になっちゃったんだなと思って、でまた何年かするとですね、改装したりとか、うん、内装を改装したりとかしてましたね。はい、でまた何年かするとですね閉店しました。で閉店してもですね、改装のために閉店してるとか、ちょっと休むとか、そういうのはあり得るんで、まあ店自体は残ってましたね。でそれから何年かすると別の形態の店になってました。居酒屋とか飲み屋とかは全く関係ないようなそういう店になってました。はい、ですからオーナーが変わったんじゃないかなと、その時にね、少し思いましたね。もうオーナーさんは、趣味でやって飲み屋さんを辞めちゃったのかなと思いましたね。もう一つ私がね心配してるのは、この役所を引退後に始めた飲み屋さんですから、高齢で始めてるわけですね。しかもその開店してからもう何年も10年以上経ってるわけですから、まあちょっとね体を悪くして店に立てないんで辞めちゃったのかなと思いますね。まあそこだけが心配です。とんでもないね、開店祝いが出ていたお店の話でした。